アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか？あんたの頼みたいことってのは何なんだ？二人の男を救ってやってほしい。誰なんだ、そいつらは？一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったって、なんで過去形なんだ？トーマは2週間前、勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ？トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だから、リゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ？極道だよ。何？搭乗会直系、白鵬会会長、峰義高だ。峰が？おい、それどういうことなんだ？こうなった以上、トーマから峰に秘密が漏れる危険が高い。その前に、あいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か？そうだ。そうならないよう、あんたに止めてほしいんだ。その男とは？風間ジョージだ。他に聞きたいことはあるか？風間のおやっさんの実の弟、その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると。ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり、大吾や中原といった人間を撃ったのは、おやっさんの弟なのか。わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなこと？今回の一件、CIA の諜報員への命令は、1. 沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。 2. そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち？そう、お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして、どうして日本人なのにそこまでして？ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て？お前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。
ジョージは実の兄が極道、しかも東城会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのが、アメリカという国だった。能力があれば、国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから、CIA のためならば、どんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか？トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先が、あのミネだというのか？そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によれば、リゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東城会の組織ってことになるはずだ。うん、だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ？基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東城会を使ってか？ああ、 CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか？そういうことだ。そしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権、その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな？ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながっていることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東城会の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東城会の連中ミネとも知り合ったというのか？だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。トーマとミネは互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ6代目に忠実だったミネが東城会を裏切ろうとしていたとはな。ミネという男はよくわからん。今回の一連の騒動で東城会の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。
沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか？そうだ、トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ？やつは知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために？ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと？強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやっさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする、キリュウ？行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ。行くしかない。あの SP とやら、どこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた、興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆、総理大臣になりたいもんなんじゃないのか？じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。伊達さん、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。何だと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。キリュウ、頼んだぞ。
こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ。
今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさん、ねえ起きてよ、死なないでよ。したか。おじさん。したか。よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな。守ってやれなくて。おじさん、誰だ？片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。わかった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ、大丈夫だ。昨日、国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では、沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことです。消してくれ。警察は今後、国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。
中原。もう動いても大丈夫なのか。待たせたな、兄弟。おじさん、